病が気にならない社会を作りたいと。そのコンセプトとして私たちが考えているのは体内病院という考えなんです。体の中にいつもいて、その人を常に見守って、事前に病気を診断したり、悪いところがあれば自然に病気が治っていくような、まあそういうシステムを最終的には作りたいと。 それを実現する技術として、えー、我々はナノテクノロジーに注目をしているわけですね。ちょうどこの川崎景品はものづくりの拠点ですから、まあ新しいナノテクノロジーに基盤を置いたものづくりの力で、えー、いつでもどこでも誰でも使えるような品質で高付加価値な医療技術を実現する。それによって、えー、みんなが病を気にしなくて、 自然に健康になっていくような、そういう社会を実現したい。これが体内病院の、うん、コンセプトですね。まあ体内病院、体の中で、えー、私たちを見守るということは、体の隅々まで入っていって診断治療をする、そういう技術が必要ですね。で、それを私たちは、えー、ナノマシーンというふうに考えています。で、ナノマシーンはナノテクノロジーで作って、 小さななササイイイズズはウルスんですねでこういう小さなものの中に、えー、何かをこう見つける機能それから薬やあのような治療のに必要なものを放出するあるいは働かせる機能、えー、そういった機能を作り込むことが必要です あの、合成の分子、合成の高分子ですね。高分子の中にいろんな機能を作り込んでしまって、えー、自己組織化、自動介護をしてナノマシンができていく。そういう技術を既に、えー、基盤を確立していますから、えー、みんなが困っている、そういう病気を治療していきたいと。あるいは診断していきたいというふうに思っています。これ川崎市長が前に言われていた言葉で、えー、シビックプライドという、 つまり、市民の、こう、プライドになるような、そういう研究所を作ってくださいと。で、私はこの言葉に非常に感動いたしまして、やはり、あの、シビックプライドになるような技術を、あの、世の中に作っていきたい。具体的な癌、あるいはアルツハイマーの、ま、根本的な治療につながるような、ナノマシンを、を作っていきたいと。いうふうに思っています。ただ、癌がなんが何で、例えば、怖い病気かというと、これは、やはり、あの、 再発転移なんですね。ですから、課題はやはり、どこまでこういう再発転移癌に対して、ナノマシンの治療が有効であるかと。これをぜひ確かめたいと思っています。で、もう実験的にはかなりできるという事実が分かってきていますから、これをさらに推し進めていくということですね。ナノマシンをちょうど自動車に例えるといいと思うんですが、自動車っていうのは発明されて、まずはもかが走るところからスタートして、 それからバリアを超えていろんなところに走っていける車ができましたよね。次に3番目、操る。操るという意味はつまりレーダーとかね。えー、そういうものを使って、えー、自動的にブレーキがかかるとか。まあそういう形ですね。で、最後は自動運転。つまり自立すると。だこういう形でナノマシンを進化させていきたいと思っています。脳の血管ってすごくバリア性が高いんですね。 だから物が通らない。しかし最近私たちはナノマシンの表面に、えー、一種の分子バーコードをつけたんですね、えー。ナノマシンが血管の内側の細胞に結合して、で、さらにその細胞の中をね、えー、通過していくことができるという事実がわかりました。ですからこの技術をもとにして、えー、頭の中に、アルツハイマー病の薬であるとか、抗体を送り込むことによって、 えー、直したいと思っています。脳の中に血管から入っていけるようなナノマシンを作ると。ナノマシンの中に、例えば光とか超音波が当たると活性化する。う要するにスイッチが入るような、そういう物質、薬を入れておいて、それをまず最初に幹部に送り届けてですね。それから外から、あの、光、超音波、 磁場等を与えることによって、ナノマシンを体の中で活性化して、その場だけを治してしまう。ミクロの消し剣という映画がですね、まさにお医者さんが小さくなって乗り物に乗って、幹部まで行ってそこで治療をするという、まあ、それに近いものができることになりますよね。と、これは体の中のピンポイントのいわば手術ですから、えー、切らない手術ができちゃう。最後はまあ自立する。 だこれはまさにその先の話ですけど、こういう、あの、小さな小さなナノマシンが、健康だろうとなかろうと体の中をぐるぐる回っていてですね。それで、えっと、その何か異変があれば、直してしまう。あるいは、外部にその情報を伝えると。まあ、いうこともできるんではないかと思います。で、それができたときには本当の意味で、あの、体の中をこう、自律循環しながら、 常に体を見守る、うー、まあ、体内ホスピタル、体内病院というものが実現していくんじゃないかというふうに考えています。やはりキングスカイフロントの大きな特徴は、なんといっても羽田空港の向かい側にある。と、これはやはりあの、国際化という点ではものすごく有利だと思います。このキングスカイフロントでいち早く実用化した技術をどんどん世界に送り出す。それからもう一つ考えているのは、 ナノマシンには新しい薬とか、いろんなものを入れることができます。だから、世界中から部品としての薬っていうのかな。そういうものを送ってもらって、そしてそこでナノマシン化してまた世界に送り出すということもできると思うんですね。それからやっぱり人材交流ですね。あの、技術を国際化する。あ人材を国際化する。まあそういう点で空港に直結しているというのは、あらゆる面で 非常に大きなメリットだと思いますし、空港の近くに位置することによって、えー、世界といち早くあのネットワークをね、構築していくということはすごく大事だというふうに思います。